で、新幹線の何がすごいって、1分も遅れないんですよね。で、その新幹線って、5分おきとかに出たりするんですよ。で、まあ、専用の線路の上で、全く干渉がない形でずっと走ってるから、何かその人が入り込んだとか、なんか人がこう、なんかあの、そこ、なんか線路のところでなんか踏切が開かなかったとかがないので、完全に予想外のことが起きないような状態にして、その300キロとかでめちゃめちゃ速い速度で走るものっていうのを、その1分単位のその遅れの中で動かすっていうのができるんですけど、残念ながらこれって他の国だと不可能なんですよ。そこまで日本って、その日本ほどのその完全なコントロール下において、その管理ができるような国ってあんまないんですよね。皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。